はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレトと申します。ということで、今回はクリステールズ、というゲームをやっていきたいと思います。こちらがね、ちょっと僕の中で発売した時から、まあどっちかというと発売前からずっと気になってて、めちゃくちゃ発売まで待ってたんですよ。で、ですね、多分オープニングのムービーが流れてないと思いますので、まあちょっとね、雰囲気を味わっていただこうと思いますので、この後オープニングムービーを見てもらいたいと思います。それでは、どうぞ。はい、ということでムービーの方いかがでしたでしょうか。まあなかなかアニメーションに力入れてるゲームだったんでね、まあ、この雰囲気に引きつけられたんですけど、まあ早速ね、本編の方をやっていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ楽しみ。じゃあ新しいゲームといきましょう。あー、右のめっちゃ可愛い。もういきなり戦闘か。へー。さあクリスウェル、敵が街に到着しようとしているわ。この女の子が主人公らしいですね。で、残念ながら日本語対応は、ボイスの方はしてませんので、まあまあ英語の方を楽しみましょう。マティアス、このカエルみたいなのか。クリスウェル、これは本当の戦いじゃ。君の新しいスキルを使う時が来た。結構おじっちゃんっぽい感じだね。素早く正確に、まず攻撃を選択しターゲットを選ぶんじゃ。最後に攻撃が命中したら、もう一度×ボタンを押してダブルスラッシュ。命中した瞬間に、なんかこんなシステム、あまりRPGっぽい感じがするね。で、攻撃、ああ、一応左側も一緒なんだ。ってことはこれ、挟まれるってこと？で、下は逃げる。上は今のところなしと。単性バトルだから、ディレイアタックとかそのうち出てくるのかな？めっちゃ綺麗だな。じゃあ、スキルある？ないよね。じゃあ、攻撃いきますか。当たった瞬間よね。おー、なるほどね。いいね、クリスベル。やった、褒められた。慎重に相手の攻撃をよく見て、相手を攻撃してきたときに、×ボタンを押して、ダメージの大半をブロックするじゃん。あー、マリオだ。すげえ。マリオ RPG じゃん。いって、ごめんなさい。早速失敗した。わあ、気をつけろ、クリスベル。また攻撃をしてくる。ちょうど相手の攻撃が君に命中したときに、バツボタンを押してブロックするんじゃ。火抜けんな。うまい。なあ、でもブロックしてもちょっとだけなんだね。さあ、全力を尽くそう。終わらせるんじゃ。はい、カエルさん。お、いいね。へえ、いいな。戦闘システムいい。君は誰だ？クリストファー、新しい仲間かな。こんにちは、私の名前は。僕たちが生き残れるかを教えてくれ。戦い方知ってるのか？彼に見せてやれ。
ちなみに上アイテムパスができるんだ。へえ、ターンだから交代できるわけね。ディフェンスアイテムまあないよね。どうしようか。そしたら左からやっちゃう。ちなみに3回はできないっぽいね。縦か。君ちなみにスキルはウォーターバブル、水なんだ。見たいね。いや普通の攻撃見たいな。まずすげえ分かれるんだその盾。クリスベル、あ名前呼ばれたわけやね。あーすげえ。いやいいね、楽しいずっと俺のターンみたいな感じになってるけど、せっかくだから魔法見てみよっか。ウォーターバブル、ほい、強っ。おーボスだ。よし2匹倒した。僕はセントクラリティを去って以来ずっとこういったやつらを追ってるんだ。彼らが町にたどり着く前に私たちが止めないと。それで具体的にはどうやるつもり？一本を引くな。絶対に奴らを通したりはしない。見てボルケーノ、私たちの哀れなゴブリンたちを彼らが倒したわ。なんて可愛いの。彼らを飼えないかしら。なるほどね。ガーレ、このことについて話してはダメでしょ。これ以上ペットはダメだって。私は彼らを殺すのをやめるまではでしょ。分かってる、分かってるわよ。ちょっと遊びたかっただけよ。私のせいじゃないわ。彼らが全員弱っちいのは。だからいいものが手に入らないのよ。なかなかの強い雰囲気の感じですな。まあ攻撃かな。ディフェンスか。めっちゃでかい竹やね。効かないわ。彼女たちに触れることすらできない。じゃあスキルは？あ、ちゃ、そっちいない。なるほど。かすり傷すら与えられないのか。無敵って書いてあるね。ずぶ濡れ。たかダメ。これ以上耐えられない。クリスベル、今だ。クリスタルを使え。クリスタル。ここでクリステールズのタイトルが来るか。ようこそ、ここはナリム町。あ、いた。バラの花、表現めっちゃ綺麗だね。あ、カエル。待って、私のバラ。クリスベル。どこにいるの、クリスベル。マザー、なかなか怖そうな感じがするね。彼女を待たしちゃまずいわ。やっぱ怖い人なんだね。めっちゃ顔落書きされてたな。気のせいか。さあ解説と。エルを使って好きな方向へ移動し、罰を押して人や物と触れ合いましょう。あ、3D なんだ。奥行きあったんだ。すげえ。ちなみに、こちらのゲーム、コロンビア産の JRPG らしいので、まあ日本風のアニメーションだけど、まあちょっと海外チックなのも入ってる。やっぱそういうことだろうね。お姉さん、これついに昨日咲いたのよ。今日もっと大切に育ててあげたら明日はさらに綺麗になるはず。みんなお花育ててんのか。結構アニメーション綺麗だね。今すぐイチゴを全部積めばもう今後一切積まなくて済むかし済むかもしれない。また出てきますよイチゴは。あーでもこの子だけバラ育たないんだ。うまいことね。しかも咲いたやつがどっか取られていったと。話せるのこの子だけかな。
いいね、めちゃくちゃ綺麗だね。火事でお忙しさ、町の子たちは遊んでるのに。あー、修道女的なあれかな。ヒントもある。ちなみにオプションを押すと、あー綺麗、イベントリは見れるんだ。孤児院なんだ。あー、引き取られた子なんで鍵とかね。オプションもまあまあまあ、言語変えれないからこんなもんか。あなたのおばちゃん恋しいわ、クリス。それに、かつてのこの場所の姿。ああ、じゃあ、おばあちゃん。おばあちゃんがいたのでね。じゃあ、お姉さん、そろそろ話しましょうか。クリスベル、やっと戻ってきたわね。バラの剪定は終わったの？取られたばっかりです。ごめんなさい、マザースペリオール。それはその、私のバラなんですが、カエルが私のバラを取っちゃったんです。もういい、その顔、前にも見たわ。めっちゃ怖いやん。バラを見つけて早く戻ってきなさい。やることはたくさんあるんだから、時間を無駄にしないの、行きなさい。はい、マザースペリオール、ありがとうございます。マザースペリオール。いやいや、二人とも顔怖えんだよな、その笑顔が。笑ってないよね。気をつけなさい、あなたのことを心配してるのよ。あら、意外と最後優しかったね。じゃあ、そこし行きますか。あ、そういうことね。はいはい、逃げたカエルが。いや、こんな花びら落ちてたらもう枯れてるよ。三角を押して現在の目標を確認しましょう。ヒントね、バラを取り返さなきゃと。じゃあ、とりあえずチュートリアルみたいなもんだから、ちゃちゃっといろんな人と話しながら進みますか。そうだね、うってつけの日だね。超取れる。あー、そ、看板か。君は？マルコ。何を急んでるんだい？小さな黄色いカエルを見なかった？シルクハットをかぶってて、バラを持ってるの。シルクハットを見てないな。町長の所有地に行ってみたら、あそこではいつも何か起こってるから。行ってみろ、ありがとう。マルコ、邪魔してごめんね。冗談だろ、今日聞いた中で一番面白い話になるよ。あ、さすがにカエルがシルクハットもわけわかんないよね。かっこいいシール見つけたんだ。見て、骸骨だよ。絶対もう散ってると思うんだよな、バラ。なんでこんなことする人がいるの？薬剤師か。これはお手伝いとかありそうだね。いやいや、おはようさん。おはようさん。まあでも、そうだね。一通り話してやっぱ進まないか。バラを見、あ、ここ、話そう。マルコは帰ってこない。いつかマルコがこの世を受け継ぐんだから手伝ってくれないと。さっき面白い話って言ってたんだけどね。あれ？だいぶごつい人たち。町長なんだ。未来のことを考えるんだ。回収されるのは農場だけじゃないんだぞ。個人に、店に、町全体だ。あなたの未来が大地を汚し、水を汚染するんです。ゴブリンの群れが我々の土地を燃やしています。金、権力、あなたの価値ある産業。あなたが今気にかけているのはそれだけです。僕もまあそんなことが言えたものね。証拠はどこにある？証拠？周りを見てください。我々の作物を見てください。それじゃあ土地を売ればいいじゃねえか、ロバート。どうすれば問題はなくなる。これが町にとって最善の方法だ。誰かにとっては最善でも、町にとっては最善ではありません。あなたにとってはいいことなのでしょうけど。おいおい、私は決して、あんまり、なんかあれだな、うさんくさそうな感じだね。町長さん、訪問者です。こんにちは、クリスベル。何のよ？こんにちは、ラナさん。黄色いカエル探してるんですが、シルクハットをかぶった。見たの？もちろんよ。北の領域、地域に行ってみなさい。有害生物はみんなあっち行くのよ。わかった？レディーが君の道を照らしてくれるだろう、クリスウェル。町の奥が彼女の恩恵から離れていった。ありがとう。もう行かないと。なんか行けすかないね。あ、いた。ちなみに行けるんだね。なんかあるんじゃない？これ、お宝なんだ。
カバンに回復のジュース。やったー。ちなみに、回復のジュースは、あ、1回だよ。120なんだ。結構いい回復量。やばい、探索がただただ楽しい。お、イケオジ。いや、イケメンだったね。オジではなかったな。顎ひげに見えた。今回、顎が特徴的なキャラは、今んとこ、顎ひげおじさんだけだね。北って言ってたよね。やっぱ北か、上の方か。で、右に繋がってると。見た？Hey, Chris, if you see my... あ、場所は教えてないよ。大丈夫、大丈夫。さあ、農場。君は？ Hi, Polly. こんにちは、ポリーさん。調子はいかがですか？知らないわ、クリス。作物に怪物に天気。終わりがないわ。さっきお父様が町長さんと一緒にいるのを見かけました。二人ともすごく怒っているようでしたよ。また、町長を信じろって私はいつも言ってるのよ。私たちは守ってくれる兵士が必要だわ。だけど、いつだってレディに信頼を置き、誰もがその信頼を得なければいけない。ごめんなさい、クリス。どうしたの？小さな黄色いカエルを探しているんです。そのカエルは帽子をかぶっています。シルクハット。そのカエルにバラを取られたんです。シルクハットをかぶったカエル？そんなの見たのはあんただけよ、クリスベル。私は見てないけど、意識しておくわ。ありがとうございます、ポリーさん。そのことについて、レディに祈らなければいけませんね。まあ、父に話していたのね。いたのね、だけ強調されてるけど。もしあなたが奇跡を求めてるなら、大聖堂は行ってみる価値があると思います。大聖堂か。なんか今光ったけど。まあ、こうやって大聖堂に連れて行かれるわけだね。よし、お宝。カバンに羽のフラスコ。魔法系。MP か。いや、20% の HP の状態で復活か。羽なんだね。フェニックスの尾的な感じかな。さあ、次は上。聖堂だね。私が一人でここに来たことが、もしマザースペリオールに知られたら、どやされると。あー、ここあれか、スタート画面か。めっちゃカエル見てたけど。あれ、でも、そっくりだね。主人公にね。めっちゃ綺麗これ。すげえ。どうかな？でも僕 4K で見れてるかめっちゃあれなんだけど。普通の画面でも良さそうだね。すごいこれ。ちょっと調べましょうか。カバンにバラを入れました。何が起こっているの？誰がやってるの？君がやったんじゃ、クリスベル。君が時のクリスタルを開いたんじゃよ。何なの、その誰？なんで私の名前を知ってるの？あれ、めっちゃ継ぎはぎのカエルさんやね。質問が多すぎる。わしはカエルのマティアス、よろしく。しばらくの間、君のことを見せていたんじゃ。私に、なんで？君は選ばれたんじゃないかと思う。どうやらわしは正しかったみたいじゃ。選ばれた？誰に？このクリスタルは何？なんで私なの？さらに質問か。そりゃそうでしょ。過去と未来が君にその姿を現したんじゃ。こっちへおいで、自分の目で確かめるんじゃ。できない、こんなのいらない。
恐れるものなどない。君には自分の力について学ぶべきことがたくさんあるんじゃ。力？こんなの呪いよ。なんでこんなことが起きてるの？君は驚いているようじゃが、完全に理解可能なことなんじゃ。でも助けてくれる人は知っておる。彼は湖のそばの小さな小屋に住んでおるのじゃ。町を出るの？マザースペリオールが心配するわ。こんな君を見たら彼女はとても心配するぞ。賢いな。あー、このカエル賢いな。また喋るカエル？だといいんじゃが、でも残念ながら答えはノー。わしは信じるんじゃ。今すぐ行こう。あー、結構無理やりな。で、画面がこうなるんだね。ちなみに、左が過去、右が未来のはずです。すげえな。もうずっとこの状態続くの。あ、戻れないだね。え、それじゃちょっと街の中見たいよね。ほら。現在。あ、でも、どう変わるかっていうだけで、何もできないんだね。あ、友人のところ行こう、みたいな話だね。よし、友人のところまで行こう。君たち少年は、どんな感じ？あ、大きくなるけど画面移動でもう見えないね。そんな仕様の人物じゃないんだろう。お、成長してる。なかなかの、イケメン具合に。過去だから、ああ、そうね。おじいちゃんがいて、で、自分も、年を取るまでずっとと。あ、いなくなってる！マジか！あ、そっか！年を取るってそういうことか。ああ、すげえ。これすげえわ。なんかありそうでなかったけど、1画面で見るってまたすごいね。あ、未来にはいない。あ、でもこうやって見ると、外観めっちゃ変わるね。はあ。したたかにね。なるほど。じゃあ、衛兵さんもちょっと見よっか。あー、有名騎士になったって感じか。ってなると、この騎士と、この女ん子は、何かしら関係性ありそうだね。よし、出ちゃおう。空きスロットにゲームを保存できます。メインメニューへ行き、保存オプションを選択しましょう。はい。ってことは、ここら辺ぐらいいろいろ戦闘とかも始まってきそうだね。結構どこでもセーブできるのかな。そうだといいけど。はい。じゃあ、今回ここまでにしましょう。ちょっともうオープニングとかね、雰囲気だけ。ですが、まあ気になるね、先ね。めっちゃマップも移動できるし、マップの見た目も最高やな。まあ、次回は、ヒントにある、湖だったっけ、そちらまで行ってお話の様子を伺いたいと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。